開催沖縄深すずり学校へようこそ。今日も那覇一文字の新堤というポイントに来ています。6月になり魚の活性が高くなり、40オーバーのアーガイがよく釣れるようになってきました。今年はサメ被害が非常にひどく、釣果の半分以上を持っていかれる日もあります。ただこれからの時期、サメがいない日に当たればかなりの釣果を期待することができます。釣り竿が高いため横風が吹くとやりづらくなりますが、風が緩ければ十分勝負できます。底付近で潜られてしまいました。何度も解説をしていますが、すぐにラインを緩めて糸吹きを出さず、魚が動き出した瞬間に思いっきり勝負をかけるのがおすすめです。ラインを大きく緩める方法もありますが、最初の方法で出てこなかった場合に私はやるようにしています。ありがとうございます。
着水後、餌取りがすぐに寄ってこない距離まで遠投して投げます。仕掛け着水後、すぐに巻き餌を打ちます。そして、餌取りが出ていかないように手前に巻きを打った後は、沖に本命用のコマセを追加して巻いていきます。今からの餌取りの多い時期は特に、巻き餌を巻いた直後には、次に巻く巻き餌を準備します。巻くかどうかは状況を見て判断していきます。沖縄深瀬釣り学校では深瀬釣りに関する様々なご質問をお待ちしています。何でもお気軽にコメントいただけたら嬉しいです。これからもどんどん動画を発信していきますので、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。